海賊対処任務、海事護衛艦大波がアデン湾での任務と日米豪印共同訓練マラバールを終え横須賀に寄港。海上自衛隊、心からお疲れ様と申し上げたい。まずは日本の美味しい酒と飯をたくさん飲んで食べて十分に英気を養ってください。産経ニュースの記事から。アフリカ東部ソマリア沖アデン湾で海賊対処活動に当たった海上自衛隊の護衛艦大波が24日海事横須賀基地に寄港した。大波は今月インド沖で米国オーストラリアインドとの共同訓練にも参加した。訓練に参加した4カ国は自由で開かれたインド太平洋構想の下で連携を強化。覇権主義的な動きを強める中国が念頭にあると見られる。一方、中国や同国に接近するロシアは同構想に警戒感を示している。防衛省によると大波は約190人の乗員に加え8人の海上保安官も乗船し4月に横須賀基地を出港。11月3日から6日の日程でインド沖のベンガル湾で共同訓練マラバールに参加し対潜水戦や対空戦を想定した訓練を実施した。一方、神奈川新聞からは寄港後湯浅秀樹自衛艦隊司令官は新型コロナウイルス感染防止のため寄港地での上陸が制限されるなど困難な状況下での任務完遂を称えた上でマラバール参加にも触れ各国軍との強固な信頼関係の醸成に寄与してくれたと強調した。海賊対処は日本にとっても重要な海上交通路であるソマリア沖アデン湾で2000年代後半から増加した海賊行為を国際的に取り締まるための安全保障協力。09年から護衛艦や哨戒機が派遣されて他国軍とともに継続的に任務にあたり同海域での海賊等事案は11年の237件をピークに減少し19年には0件になった。以上が記事の内容。ここからは試験になる。10年以上の長きにわたり海賊対処の任務もこれでやっと終わりかと思っていたところ、今月10日の閣議で1年間の延長が決まった。最近では海賊の出没もほぼなくなり、日本船舶のみならず様々な国の船舶の護衛活動も最近は1回あたりの派遣でも数えるほどになってきているようだ。一方で海上自衛隊は最近のミサイル防衛事案でも浮き彫りになった通り、隊員募集に苦慮し保有艦艇の人員充足率が9割を切る水準まで落ちてきている中、数少ない実戦の場とはいえ状況を考慮すればそろそろ海賊対処任務から引き上げてもいい頃ではないだろうか。海上交通の要衝であるジブチに拠点を構えていることが中東地域でのプレゼンス向上や国際協調活動に一役買っていることは十分承知しているが、本来海事が守るべきは日本とそのシーレーンであり、ただ一隻の護衛艦たった2機の P3C といえども貴重な戦力人員であることは間違いない。政府が国際協調事案で自衛隊を積極的に活用するのは結構なことだが、自衛隊の人材育成に本腰を上げなければこういった活動は今後先細りになることになるだろう。特に今は混迷する米大統領選の真っ只中であり、誰が大統領になろうとも次期米政権が安定するまでは南西方面の防衛に力を注ぐべきだと思う。
虎視眈々と台湾や尖閣諸島を狙う中共が海警局に武器使用の容認を法制化したり、呼んでもいないのに外相を訪日させてまで尖閣海域で操業する日本の漁船を偽装漁船だと狂言を吐くなど、やりたい放題となっている。東シナ海の尖閣諸島海域は日本固有の領土であって、決してデリケートな海域でも敏感な海域でもないことをはっきりと態度で示してもらいたい。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。最後に、平成27年度の海上自衛隊観艦式において当時自衛隊最高指揮官で内閣総理大臣であった安倍晋三氏の訓示で締めくくりたい。本日の観艦式に臨み、堂々たる艦隊、正々たる航空機、そして高い練度を示す隊員諸君の凛々しい姿に接し、自衛隊の最高指揮官として大変心強く頼もしく思います。海の大動脈アデン湾はかつて年間200件を上回る海賊襲撃事案が発生していた危険な海でした。今年ついに海賊による襲撃事案はゼロになりました。諸君の献身的な努力の結果であり、世界に誇るべき大成果であります。私と日本国民は全国25万人の自衛隊と共にある。その誇りと自信を胸に、それぞれの持ち場において自衛隊の果たすべき役割を全うしてください。大いに期待しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。